はい、こんにちは、アンガマラジオの、望月です、福島ダイアリーの、ライターの望月です、今回はですね、福島ダイアリーは基本的に、寄付、ドネーションだけで、運営させていただいております。で、広告とかは、一切載せずに、やらせていただいております。それでですね、今回その寄付の送り方が、複雑でちょっとよくわからないと、慣れてないんでよくわからないという声を多くいただきました。ということで、今回実際に、画面上で実演して、どういうふうにやったらいいのかということをちょっと説明させていただこうと思います。福島ダイアリーは、基本的に、寄付はペイパルというサービスで受け付けさせていただいております。これはクレジットカードとかに、結びついて、カード残高から引き落とされる形になって、日本では多分そうなっているんだと思います。それでもうそのペイパルにですね、アカウントがあるという方は、ね、流れに沿っていただければ簡単にわかると思うんですけれども、今回は、そのアカウントがまだなくて、今回作りながら、支払われるという方、を対象に説明させていただこうと思います。今のご覧になっていただいているページは、福島ダイアリー .com の、最初の、たどり着いた最初のページです。ここにあるのは、その時の最新の記事です。それでですね、こっちのサイドバーの方を、見ていただきたいんですけれども、ちょっと下の方にこう下がっていきますと、はい、こういう形で FD 日本語版アンガマラジオ始めましたと、こういう形で短いコメントがあります。こういう形であります。で、下のこの黒字の部分をですね、こうクリックしていただくと、アンガマラジオとは何ぞやというコラムに飛ぶことができます。で、その下にこういうコメントがあります。まあ、1回1口7ドルと。で、月額購読制ではないですが、ちょいちょい思い出して俺を投げ込んでいただけると嬉しいです。ということです。で、ここでですね、7ドルというあれなんですけれども、ここは、まあ、クリックしてもしなくても7ドルしか、オプションがない、選択がないようになってます。で、ここに、Facebook のリンクか、Tumblr の URL の送付先の、メアドを入力していただいて、で、その後ここのドネートナウというところをクリックしていただきたいと思います。では、クリックします。はい、こういうページになりました。ここはあのペイパルという、さっき言ったペイパルというサイトのページになります。ちょっと英語が多いんですけれども、驚かないでください。左上に、福島ダイアリー SRL と書いてあります。 SRL というのは、カッコ U みたいな、ルーマニア語で有限会社みたいな、そういう意味です。で、ここにですね、何に向けていくら払うのかということが書いてあります。最初ここに7ドルと表示されています。これはですね、ここにある下のちっちゃいボックスの数字を変えることで2とか入れてアップデートとすると、2口分の7ドル2口分、つまり14ドルにすることができます。ここを今度3とかにすると今度、21ドルという風になります。そうしたら今度は右に行っていただいて、PayPal のアカウントがもうある方はですね、ここにメールアドレスとパスワードを入力してログインしていただければ、そのまま流れで支払うことができます。今度アカウントがない方は、今度下のこの Pay with my クレディットまたはデビットカードというところに行きます。ではここをクリックしたいと思います。はい、こういう画面になりました。クレジットカードの、請求先住所を入力する画面になります。ここでですね、カントリーというところで、一番上のこのカントリーというところで、国を選択していただきたいと思います。ジャパンと。すると、
はい、こういう感じで全部日本語になります。ここはですね、もうこの後Amazon とか楽天とかでクレジットカード情報を登録するときと同じかと思うんですけれども、国を入力していただきました。で、その後カード番号ですね。で、カードの種類、支払いタイプ。で、有効期限を入れていただき、カード裏面の、3桁または4桁の数字などを入れていただきます。で、請求先住所ということで、名字、名前、郵便番号、都道府県、市区町村、番地、建物とかの番号、それから、お問い合わせ情報で電話番号とメールアドレスを入れていただきたいと思います。ここはですね、最後のこの追加というところは、僕が任意で、追加させていただいたんですけれども、Facebook のリンクか Tumblr の URL を送るページを、メアドを入力くださいということで、最初の画面でお尋ねした内容と同じなので、まあ、別に、最初の画面で入れられていれば、ここでまたもう一回入れられなくても大丈夫です。入れられても大丈夫です。どっちでも大丈夫です。で、その後、情報に誤りがないかご確認いただいた上でですね、この支払うというところをクリックしていただければ、大丈夫だと思います。これでまだよくわからないとか、いうことがあればですね、ぜひコメントとか、なんかツイッターのメンションとかで聞いていただけると、助かります。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。